グスタブ・リカン、イヴァン・メシュトロヴィッチ。グスタブ・リカンは1959年にイヴァン・メシュトロヴィッチの肖像を描き、1963年に彼は贈り物としてヨシップ・ブロズチトーにこの絵をプレゼントしました。その後、1年後、この絵はギャラリーに寄贈されました。キャンバスの油はアーティストの上半身からの肖像画です。そしてバックグラウンドにはメシュトロヴィッチが頻繁に描いた母と彼らの関係を示している成長した子供が描かれています。アーティストはスーツ姿で描かれ、気高さと冷静さを表しています。彼の手は穏やかで、顔や顎ひげはさっぱりとしているため、この様子から石を刻み、鋳造や模型を作り、彫刻を作成することに一生を費やした彫刻家を想像することができません。しかし、その典型的な表現を避けるようによって、グスタブ・リカンは背景にある彼の作品を描きました。肖像画は青みの帯びた色で描かれ、対照的に背景の母と子供は赤みの帯びた色で対照的に描かれています。この対照的画法を用いて、画家は同時に芸術的な比率や革新、忍耐を表しました。作品から感じ取れる強さは、こういう理由からと言えるでしょう。